はい、えー、どうも、トミーです。えー、っとですね、今日はですね、まあ、大した面白くもないんですけど、えー、っと、僕ですね、あのー、今日、えー、丸亀、丸亀製麺の、えー、柿づくし卵あんかけっていうのを食べました。はい。これ12月ぐらいまで、12月の半ばぐらいまでやってるのかなはい。それでね、まあね、並サイズが670円で、多分おそらくね、 あの、中サイズ、中サイズ大サイズか。大サイズが770円。で、えー、特サイズが、えー、880円だと思います。870円かな。100円増し、100円増しみたいな感じなんですけど、多分ね。まあ、その卵あんかけの感想ですけども、まあ、正直言った話ね、 ま,あまずその卵、卵と、卵あんかけなんで、その卵あんかけそのものは美味しいです。すごく美味しいです。で、うどんが美味しいのはこれ当たり前じゃないですか。丸亀製麺のうどんは美味しいです。で、えー、柿の卵あんかけも美味しいです。ただね、一つだけね、あのー、この柿づくし卵あんかけに対してね、まあ言いたいことがあるとすればですね、 牡蠣、まあ、がですねちょっと煮詰めすぎてるまあその全部のお店がそうなのかどうかわからないですけどその僕が行、えー、ってる、えー、近所のその丸亀製麺に関してはそのかきがですね、まあ、ちょっと小さいかなっていうか小ここぶりになってしまってるその CM とかであのそのかきづくし卵あんかけの、えーまあ、CM を見ると結構こうプリプリしておっきい感じなんですよ がね。だけど実際のその今日牡蠣づくしたまご局食べたんですけど実際の牡蠣づくしたまご局はねほんとねあのかきがすごく煮詰まって小さくなっちゃってるまあ多分ねその食中毒とかそういうことを、まあ、心配して、まあ、そういう風になってるのかなとも思うんですけど。 ちょっとそれにしちゃちょっと牡蠣がもう煮詰まってほんと小さくてなんだかなっていうのがあってただあれですよトータルして美味しいな美味しいしこのクオリティでな波が670円であれば相当いいんじゃないかなと思うんですよまた食べたいなと思うんですけどでもやっぱりねもうちょっとねもうちょっとできれば牡蠣を煮詰める時間を短くしてほしかった 一応、蠣ってねあの、生で食べれるようになってるはずだから、こんだけ煮詰める必要ってないんですよ。まあ確かに食中毒とかも怖いんですけど、まあだからってね、煮詰めすぎたらさ、意味ないじゃんって、パッサパサになるじゃん。やっぱプリプリで、中がジューシーだから蠣って意味あるんでしょこれ海のミルクなんだからさ。それはちょっとな、っていうのがあって、まあ、また食べたいよ。食べたいけど、やっぱりちょっとそこが、ちょっといただけないかなと思いました。はい。 ちなみにね、あのー、生姜とネギが乗ってるんですけど、えー、丸亀製麺に関しては、えー、まあ、無料でね、あの、ネギを、ネギとか、あと、天かすとかが置いてあるので、あのー、もっとね、ネギをバサって乗せたい人はネギ乗せてもいいし、えー、まあ、天かす乗せてもいいと思います。僕はね、あんまりネギとか、その天かす取らないんですけど、 まあでも、周りのお客さんとか見ても <laughs>、やっぱりなんかその半々できづくし、今これやってるんでかきづくし卵あんかけを。結構かきづくし卵あんかけ食べてる方も多くて、でもやっぱり食べてる方見ると、それはもう偏見かもしれないけど、割とね、あのね、女の人が多いって感じがする。これはね。やっぱり男の人はこれ食べないのかなでもかきづくし卵あんかけ結構美味しいけどね。 で、やっぱり、一番やっぱこの丸亀製麺とか見てて、その、思うところは、やっぱりね、みんなね、その、かけうどんみたいな感じのもの頼んで、天ぷら二つみたいな感じの、それでもやっぱり、あの、設定価格が500円から600円ぐらいに多分なると思うから、まあ、そのくらいの間で食べてるのかなとは思いました。同時にね、今ね、担々うどんも確かやってて、まそっちも非常に美味しそうなので、 まあ、機会があればそれも食べてみたいと思うんですけど、でもやっぱりこの柿づくし玉あんかはすごく良かった。前にね、あさりの春の時期にね、あさりうどんを確かやってたことがあるんだけど、それも結構美味しかったんだけど、やっぱりね、この玉子あんかけがたまんないよね。はい。まあ、今日の動画ちょっとね、その丸が、今日の動画っていうか今日のラジオなんだけど、まあ、動かなくてごめんね、動画なのに。 えー、丸亀製麺がね丸亀製麺の回し物とかじゃないですよ僕。はい 丸亀生命のね、この柿づくしたごあん家がすごく美味しいよっていう話をしてみました。皆さんもね、よかったらね、お近くにね、丸亀生命今あれば、えー、まあこの2018年の12月の半ばぐらいまで柿づ、えー、くし卵ごあんか系うどん多分やってると思うんであの、ぜひ行ってね、食べてみてください。でもしね、食べたりとかしてね、あなんかあんまり美味しくなかったよとか、美味しかったよとかっていう感想とかあったら、ぜひこの動画のね、ところにね、書いていただけるとすごく励みになるのでよろしくお願いします。 えー、今日の動画が良かったと思う人は、えー、グッドボタン、えー、また高評価、えー、コメントとよろしくお願いします。はい。あのー、チャンネル登録、えー、していただくと、切り板、例えば777とかね、まあ、1000とか、まあ、そういう1500とかね、まあ、そういう時に、 あのー、プレゼント企画をやります。前回のね、500の時に Amazon ギフト券のね、プレゼント企画をやりました。で、結構うちのチャンネルまだチャンネル登録者が、えー、そんな多くないので、そのプレゼント企画の際に結構当たる確率っていうのも結構高かったりとかするので、ぜひね、えー、チャンネル登録をね、今のうちにぜひぜひ、えー、していただいて。はい。ということで、あ,ありがとうございました。ドミーでした。